で。はあ、もう終わりなのね。明日の夕方にはオラリオを出る。私の初めての聖夜祭、あっという間だった。そうでございますね。本当にあっという間でした。いかがでしたか、実際のオラリオの聖夜祭は。感動したわ。何度も言うけれど夢みたいだった。私の人生の中で一番華やかで鮮やかで楽しかった。最初にウスカリたちがこの旅の話をしてくれた時ね、無理だと思ったの。ありえないと思った。でも本当に来れて、春姫たちと出会えた。春姫たちと友達になれた。こんな幸せなことってないわ。タルビー様。だから私はもう満足しなきゃいけない。これ以上は望んでしまっては罰が当たる。そう。だからこの景色はもう見納め。また来年来られればいいではないですか。私もお待ちしています。また一緒に聖夜祭を楽しみましょう。無理かな。え、タルビー様。ヒー様、そろそろ宿に戻りますぞ。あ、うすかりだわ。もう行かなきゃ。春姫、明日は朝から遊びましょう。最後の最後まで聖夜祭を楽しむの。ええ、もちろんでございます。ありがとう。じゃあね、春姫。暗黒の時代を覆す光に笑顔を咲かせよう。バッチリ決めるよ。たっくん、笑顔を咲かせよう。暗黒の時代を覆す光に見捨てられない。いやたくさん遊んだわ。私はもうクタクタでございます。大丈夫、私もよ。タルビーさん、もうそろそろ行かれるんですよね。ええ、迎えが来ることになってる。タルビーちゃん、寂しいよ。せっかくお友達になれたのに。私も寂しいわ、ジグソ。でも最初から聖夜祭の間だけって約束だったから。タルビーくん。あ、ヘスティア様たちも来てくれたの？一緒に遊び回った仲じゃないか。お別れくらい言わせてくれよ。私も見送りを宮川さんに許していただきました。何度もお店に来ていただいてありがとうございます。
なんだかんだでお友達たくさんできちゃったみたい。嬉しいな。これも巡り合わせというものだろう。ところで他の連中はどうしたんだ？見えないようだが。きっと馬車を待ってるんだと思います。もう来るはずだから。遠いわオラリオ。遠すぎだわ。マジめんどくさかったし腰痛。申し訳ありません、もうすぐ着きますので。責めてるわけじゃねえって。ほら私嘘をつかないからさ。だから本音がさ。そもそもなんで私が迎えに来なきゃいけないわけ？それはやはり姫様もその方が喜ぶので。女神パシらせてるじゃん。マジお姫様じゃん。出身もクソもねえな。到着いたしました。足元にはご注意ください。ベーラ様。おお、ここがオラリオか。どっかのど田舎とはまるで違うわ。さてと、どこにいるのかね、うちのお姫様は。